渋野日向子の旦那がピアノコンクール優勝。ゴルフ界のアイコンと差をつける夫婦の逆転劇。全世界が注目する渋野日向子選手。彼女の美しいプレーに見入り、多くの人々が彼女のゴルフ人生を応援しています。しかし、今回は彼女の素敵な旦那さんに注目してみましょう。なんと、この度、彼はピアノコンクールで優勝を果たしたそうです。そんな彼の才能について掘り下げてみましょう。渋野日向子選手の夫である彼は、すでに多くの人々から注目されている存在でした。彼の美しい外見と愛らしさは、彼女のファンだけでなく、多くの人々から愛されています。しかし、今回のピアノコンクールでの優勝は、彼の才能を証明するものでした。彼がピアノコンクールに出場するという話を聞いたとき、多くの人々は驚きを隠せませんでした。渋野日向子選手の夫である彼が、どのような音楽的才能を持っているのか、多くの人々が疑問に思ったことでしょう。しかし、コンクール当日、彼はピアノの鍵盤に指を滑らせ、まるで魔法を使うかのように美しい音色を奏でました。彼の演奏は、まさに驚きの中にありました。彼が披露した音楽は、聴衆を魅了し、会場内で感動の渦を巻き起こしました。彼の手から生まれた音楽は、まるで天使の歌声のように、多くの人々を感動の中に導きました。そして、ついに優勝が決定しました。道具を持たず、筋肉力と精神力を駆使して、ゴルフを勝ち抜く彼の妻とは違い、彼の勝利は人生に、彼自身の才能によってもたらされたのです。夫婦の才能のバランスは見事に取れているのです。ピアノコンクール優勝者という称号も加わり、彼は、ますます色褪せない存在となっていきます。彼と渋野日向子選手は、さらに輝きを増し、夫婦として、その活躍を続けるでしょう。ゴルフ界において、最先端を走り続ける彼女と、音楽の才能に目覚めた彼の夫婦に、今後も注目していく必要があります。動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル登録もお願いします。